クリチバ市は、ブラジル南部に位置する都市で、パラナ州の州都。標高およそ940メートルという州内でも、有数の高地に位置し、近郊に、ブラジル有数の港湾都市であるパラナグアがある。17世紀に、パラナ地方において、植民都市として築かれたことを起源とする。2016年7月1日現在、の人口は約189万人であり、 同国第8位の規模である。また、南部地域最大の都市である。ブラジルチリ島経緯による調査に基づくケヘペンの気候区分では、西岸海洋性気候に属する。夏の平均気温は、摂氏21度、冬は13度。1894年のクリチバの地図クリチバの歴史は、1630年頃に、 均衡を求めて、周辺で始められた入植にその期限が求められる。徐々に村落を形成し、1693年3月29日に村として認められ、パラナマツの広大な林を有していたことから、ノッサセニオーラダルースドスピニアイスという名で登録された。おそらくこの名前が言いにくかったこともあり、次第にクリチバという名前で呼ばれるようになり、1721年に、 町の名称を正式に、栗葉に変更する。栗葉という名の由来については、有力季節が2説あり、一つは、先住民が使っていた、トゥピゴで、松が多いという意味の高越場から転じたというもの。もう一つは、やはりトゥピゴで、大きな松という意味の黒という場から転じたという、ものである。1842年に町に格上げとなり、1853年、 サンパウロ地方が分割されたことに伴い新設されたパラナ地方の主婦となった。周辺にそれほど均衡を有していないことが明らかとなるにつれ黄金を求めてきた入植者たちはミナスジェライス地方へと移っていった。クリチバは長い間、特にこれといった産業を持たず、牧畜が盛んな南部のリオグランデドすると消費地帯で、あるサンパウロをはじめとする異北の地域との 結節点という地理的優位性から家畜売買とその中継地として収入を得た。1867年から移民団の受け入れが始まり、イタリア人、ポーランド人、ドイツ人、ウクライナ人を中心にヨーロッパ、特に中東王から多数の移民が流入することとなる。1913年にはブラジル発の大学となるパラナ大学が設置されるとともに、 これもブラジル初となる路面電車が付設された。1960年代頃まではあくまで地方都市の枠を出ない存在であったが、以後、政策的な成功も寄与して商工業が発展し、ブラジルでも有数の富裕な都市となる。その躍進をもたらした都市計画について、その先進事例として世界中に広くその名を知られるようになった。 1955年から1972年までの間、クリチバ市長をエラストゲルトナー資料の抑制、旧市街の歴史的建造物の保全、便利で手頃な公共輸送システムの構築、といったことを骨子とするもので、これは後にクリチバマスタープランとして、広く知られることとなる。レルネルらが提出した、この案を受け入れた市は、調査目的の外郭団体として、 クリチバ都市計画研究所を設立し、調査機関を与え、1971年にレルネルが市長に就任して以後、これらの計画は実行に移されることとなる。市長となったレルネルの基本方針は、ヒューマンスケールのまちづくりであり、モットーは人間のための都市計画であった。簡潔に言えば、自動車中心の都市政策ではなく、住民である人間を中心とした。 都市政策である。これは、計画段階においても、実施段階においても、ブラジリアの例を多分に踏まえている。その政策は、まず市内中心部でも、有数のメインストリートである、11月15日通りの一区画を閉鎖し、歩行者専用道路としたことを手始めに、市内の区画の再整理から着手され、大方針として、市内中心部から放射状に開発するのではなく、 放射状に設定された開発軸に沿った開発が施行された。この事業は公共交通網の整備とも密接に絡み、中でも専用バスレーンを用いた道路の使用法はトリニティロードシステムと呼ばれる。これは市にとっての開発軸となる主要道路を幹線バス専用レーンとして利用し、速道はあくまで道路沿いの施設にアクセスすることに限定した道として、 一般乗用車に開放し、一部ロック隔てた左右の道路をそれぞれ一般自動車用の道路として使用するというものである。これは、バスと一般自動車が混在することがないため、両者の混在によって引き起こされる問題を回避でき、円滑なバス運行を可能としている。1980年代になると、統合輸送ネットワークが創出され、均一料金で一度払うだけで、 市内のどこにでもバスで自由に行けるようになった。これは都市郊外に住むことのデメリットを打ち消すため、郊外に主に住む低所得者層への福祉的な効果もあるものである。同時期に知識の灯台と呼ばれるプロジェクトも開始している。これは施設内に図書館、現在ではインターネット設備、その他の文化的なリソースを提供するための自由に、 利用できる一種の教育施設で、主に小学校の隣に設置された。この施設は、ブラジルで、しばしば問題となる、子どもたちが、放課後を過ごす場所を与えているという点で意義が、大きいとされるほか、夜間、文字通り暗い夜道を照らす灯台としての働きをする、ことで、治安工場に一役買っている。これら数々の都市政策への評価は高く、 1996年6月にはイスタンブールで開催された市長や都市計画からによるサミット第2回国際連合人間居住会議において世界一革新的な都市として表彰を受けている。現在までは成功と言える都市計画ではあるが今後の課題もある。犯罪指数は今のところ低いがスラムやホームレスといった問題は 他の大都市同様に抱えており、すでに市内の開発が面積的に限界に達しつつあること、郊外の大規模ショッピングセンター建設に伴う都市の郊外化など、栗千葉市も頭を悩ませている問題は少なくない。統合輸送ネットワーク、路線図観線バスの路線となっている5つの軸は、市の都市開発の軸と重なっており、単なるバス路線であるばかりでなく、 市にとっては背骨に相当するものである。栗千葉の幹線バスチューブ型のバス停バス停内で料金支払いを行うため支援の発生を回避できる。栗千葉市は自家用車を使うよりも公共交通システムを使った方が便利という状況を意図的に構築しており、そのためその交通システムは誰にでもわかりやすいシンプルなもので、しかも効率的かつ安価なものとなっている。 公共交通手段としてはバスを主に用い、目的に応じて異なったバスを使用している。その種類は10種類にも及ぶが、すべてのバスは機能別に色が塗り分けられているため、利用者側には区別が容易となっている。乗車位置はバスの長さによって違うことが多いので注意が必要である。また、ブラジルの多くの街で採用されているように、車内に車掌がおり、 運賃を支払う場合もある。ただしターミナルから乗る際や幹線バスと直行バスのみ、特殊なチューブ型のバス停を使い、入り口の改札で運賃を支払う。このバスに乗る前に運賃を支払う方式は、ブラジルでは比較的珍しいため、クリチバ方式と呼ぶ人も多い。一回の乗車につき均一運賃を支払う運賃体系だが、同一ターミナル内及び、 同一チューブ型バス停内で乗り換えを行う際は他の路線に無料で乗り換えができる。このチューブ型のバス停には車椅子用のリフトがあり、車椅子でもバスを気軽に利用できるよう設計されている。なお、栗千葉のバスの前面に掲出されている方向幕は行き先ではなくすべて系統番号と路線名で表示される。そのため、 セントロで折り返す際も行き先を変えることはない。アフォンソペーナ国際空港クリチバのバス網はバス停の他に12の旅客ターミナルを持ち、そこではさながら電車の乗り換え駅と同様、追加料金を支払うことなく異なる路線のバスに乗り換えることができる。観線バスや直行バスの各路線に設けられており、乗客に大きな柔軟性を与えている。ただし、中には、 クリチバ市ではなく大きな M の文字が書かれたバスを見かけるが、これはクリチバ市以外へ運行するバスで路線によって運賃が大きく変わるので注意が必要である。バス停は市バスと共通なのでクリチバ市内でも乗降が可能だが、差額を返してもらうことはできない。一般の自家用車でも市内中心部への迅速なアクセスが可能だが、市内中心部では 道路は一方通行が多く設定され、また、公共交通網に主にウェイトが置かれていることから、自家用車で移動するには、若干の不便を強いられることもある。そのため、市内中心部に向かいたい人々にとっては、公共交通網が非常に魅力的な移動手段となっている。中心部の一部区画を除いて、ほとんどの大通りは広々としていることもあって、複合的な結果として、 市内中心部では交通渋滞に悩まされることはそれほど多くはない。最近、市は交通事故件数を減らすため200個ほどの監視装置を市内各所に設置した。これは制限速度を超過して走っている車を自動的に撮影するタイプのもので、これで違反の現場が取られたドライバーにはブラジル国内のどこにいようとも罰金のチケットが送付されることとなる。 市内の制限速度は時速 60km だが人通りの多い場所などでは制限速度時速 40km となっている。アイブリの2010年のセンサスによれば栗千葉市の人種構成は白人78.8%、根結16.9%、黒人2.8%、黄色人1.4%である。栗芝市内の日本庭園栗芝市と姫路市の 友情の記念ひくり千葉の歴史的に意味のあるもののほか、都市計画などの事業を語る上で重要なもののみ、取り上げる。カテドラルのサセニョーラだ、ルース聖堂。街のランドマークとなっている、ゴシック様式のカテドラル。市内の中心である、チラデンテス広場に位置する。その名の通り、栗千葉の守護聖人である聖母マリアに捧げられている。 クリチバが村として認められたのと同じ1693年に最初の教会が建設され、現在の建物は1876年から1893年にかけて建設されたものである。当時の市の観光政策の影響もあり、1993年に大幅な修復を施され現在まで姿をとどめる。パラナ連邦大学1913年に、 パラナ大学として設立されたブラジルで最初の大学。1946年までは短科大学だったが、1951年に連邦大学となって、以後は大学院なども備えた総合大学となる。現在は60の学科、124の専攻、41の修士課程と26の博士課程を有する。 現在も残る建物は1913年に建設されたものであり、市内のサントス・アンドラで広場に位置し、同市のランドマークの一つとなっている。11月15日通り11月15日通りは、市内中心部の歩行者専用の大通りである。都市計画を語る上では、同市の市民に文化的な意識変革をもたらした事例の象徴の一つとして知られている。 1971年以前は車道であったが、当時の新任市長、ジャイメ・レルネルの独断で通りの一区画が強制的に歩行者専用道路に変貌し、結果的にこれが通りの商店主をはじめ市民に公表を得たことから、現在は通りの多くの区画が歩行者専用道路となっており、同市で最大の繁華街を形成するに至っている。24時間通り24時間通りは、 長さおよそ120メートルの通りに24時間営業の飲食店など34の店がのきを連ねる商店街の一種。その機能を象徴するかのごとく、通りの両端には24時間時計が据え付けられている。パイプを組み合わせたモダンな作りで1992年に開業した。こうした夜間も営業する商店街というのはブラジルでは珍しい試みで、 市民に安心していこえるスペースを提供するだけでなく、周辺の治安悪化に対する抑止効果も期待された。この通りは、当時の市長ジャイメ・レルネルが日本を訪れた際、夜でも賑やかな神戸の三宮の繁華街を見て感心したことをきっかけに発案、建設された。しかしながら、試みは失敗に終わり、現在、商店街は閉鎖されて24時間時計の実が残っている。 ありがとうございます。